レスリング女子レスリングは日本強いですよね、はい、それこそ吉田選手だったり伊調選手もね、はい、ずっと伝統的に強いですけども、はい、その強みっていうのは何か秘密があるんですか？そうですね、まあ、沙織さん香織さんがずっと、うん、まあ、世界のトップで戦ってきてて、レスリングっていうのが個人競技じゃないですか、うん、なんですけど練習ってなった時に、まあ、みんなで練習の空気を良くするとかみんなで盛り上げるっていう、うん、なんかチーム競技のような練習をしてて、うん、その空気を作ってくださってたのが沙織さんだったり香織さんだったので、やっぱ女子レスリングの強さっていうのはやっぱそういう個人競技だけど、うん、みんなで頑張れるっていうところが、まあ、強みになってるのかなと、うん、これから有望な若手とかも出てきてるんですか？たくさんいます。たくさん、うん、私も今まではただ追いかける立場で上を見て走ってたものが、気づいたら私が上の方になってて下から追いかけてくる子がたくさん出てきてってなって、勢いがすごいなって感じることはすごい増えました、はい、じゃあ安心してられないですか？そう、本当にそう思いますね。オリンピックで結果を出すためにもまだ下の子には負けられないよっていう下からの突き上げがすごい刺激になってます。あ、はい、それ素晴らしいですね、はい、ちょっと苦しいですけど、はい、競技人口も増えてるんですか、女性の？まあ、少しずつではあると思うんですけど増えてきてはいると思います。はい、やはり憧れの選手たちが、そうですね、川井さんもですけれども活躍されているのを見て、はい、まあ、そうだと嬉しいですね実際に東京大会が1年延期になってしまったって決まった時はどのようにお感じでしたか？はい、オリンピックが延期ってなったのが去年の3月で、その前の2月に海外遠征行ってて帰ってきて延期ってなって、まあ、ここからプラス365日また練習ってなると、うわ苦しいなって思う反面、でもまあこんな状況なら延期でもまあ仕方ないだろうなっていう、そのちょっと冷静に見てる部分もあって、複雑でしたね、はい、少しは休養とかゆっくりしたりもしたんですか？いや、でもトレーニングは毎日してました、うん、一応、はい、ね、接触がある競技なので、うん、そう、一番密着で、ね、最初の緊急事態宣言が出た時は本当に道場も開けないっていう感じで、うん、マットでその人と組み合うのもまずできないので、うんうん、まあ、でもそれこそ妹がいてよかったなって思ったのは、うん、妹と二人で外に走りに行ったりとか、何かお互いにメニューを出し合って、これやろうあれやろうって言ってやったりしたのは、まあ、姉妹で良かったこと部分でもあり、一人じゃないからこそそのコロナの自粛期間を乗り越えられたなっていうのは思ってます。実際にレスリングすること以外のトレーニングをかなり工夫されたんですか、はい、内容とか？そうですね、いつもは大学でトレーニングっていう感じだったんですけど、大学が閉まっちゃってたので、家の周りでなんかいいトレーニングで使える場所はないかっていうのも2人で探して、うん、でここだって見つけて毎日そこに通ってやってっていう感じでした。そのナショナルトレーニングセンターでの今コロナ禍での練習環境っていかがでしょうか？本当、私と部屋と練習場と食堂の行き来なんですけど、どこ行っても本当対策というか、ソーシャルディスタンス取ったり消毒液置かれてたり、まあ、検温したりっていう本当細かいところまで対策されているので安心して使うことができてます、うん、はい、よかったですね。頑張っているアスリートが安心してね、今日、はい、トレーニングができるように我々も精一杯今後も、ね、サポートしたいと思いますし、はい、いろいろやっぱ大変ですか？でも、うん、本当、まあ、慣れというか、うん、今ではもうそれが普通になってきたので、うん、全然もう逆にその集中できますね、何人でも、まあ、動線もね、そうですね、仕切っていろいろ工夫してとはいうものの、やっぱり普段より気は使うでしょうし大変だと思います。うん、コロナの中で、まあ、工夫しながらやらなきゃいけないっていうことを今前向きにはされているものの、なんか学んだことってありますか？もしくはまたスポーツのね、はい、レスリングの素晴らしさを改めて気づいたとかありますかね？そうですね、まあ、今まで当たり前にしてきてたことが全部当たり前じゃなくなって、練習もできなくなっちゃってっていう状況になってからは、みんなで集まって練習できることも当たり前じゃないし、練習が終わって帰ってご飯が出てることも当たり前じゃなくて、その当たり前だったみんなと全く会えなくなってっていう、なんか何もかもが普通じゃなかったんだなって思って、でその、まあ、練習は毎日やってたんですけど、
その毎日やってたことがいろんな条件があって成り立ってたんだなっていうのをそのコロナで実感して、練習はきついから苦しいなとは思うんですけど、その練習へのありがたさというか、なんかその久しぶりに練習した時はすごいやから嬉しかったですね、うん、じゃあもう1回の練習にかける気持ちが変わってきたと。そうですね、明日あるからいいやとか、うん、そのじゃなくて、まあ、明日またどう状況が変わるかも分かんないからっていうふうに考えるようになって、うん、その一つ一つを大事にできるようになったと思います、うん、あの下位選手は、ね、大変な中でされてますけどもね、はい、何かこう次世代の、うん、レスリングを目指す子どもたちだったりとか、はい、まさに今みんな下位選手を目指していると思うんですけども、こういう大変な時にね、うん、乗り越えるような力だったりとか、はい、スポーツがいろいろ教えてくれたこともありますよね、はい、きっと、はい、なんかメッセージがあればお願いします、はい、まあ、今はこういうコロナが拡大してて大変な状況ではあるんですけど、私が東京オリンピックの代表になるまでの道のりっていうのがすごく自分のレスリング人生の中ですごく濃いもので、もう本当に苦しかった時期だったんですけど、それを乗り越えて代表になった時の嬉しさというかは本当に今までにないぐらいの喜びだったので、この今はコロナで大変な状況 でみんなが逆境で苦しい状況なんですけど、いつかはこの苦しい状況で我慢していることがいつかきっとあの時こういうことがあったけど今はこうなったからよかったねっていうふうになると思うので、それを信じて苦しい中でも前向きに頑張れたら、はい、いいなと思います。ありがとうございます、はい、苦しさはずっとは続かないそうですね、はい、最後にですね、この新型コロナウイルス感染症広がる中でも国民の皆さんから期待の声ですとか応援の声を受けてらっしゃるとは思うんですが、この動画をご覧になっている皆さんにですね、東京大会に向けた意気込みですとか、はい、メッセージがあればぜひお願いします、はい、このような状況の中で開催されるオリンピックっていうのにいろんな声があることも分かってるんですけど、ただやるからには私も一生懸命やりますし、金メダル取るために頑張りますし、こういう状況だからこそ一人一人が頑張って、私が頑張って目標に向かって努力することの素晴らしさっていうのがスポーツにはあると思うので、そういった姿をテレビを通してだったり見てもらって明るいニュースを届けられたらいいなと思います、はい、ありがとうございます。楽しみです ね楽しみです。本当に前向きで思ったね、目指すところは全部達成されそうな気がしますねぜひね、素晴らしいレスリングを皆さんに見せていただいて、きっと元気になるんじゃないですかね、はいはい、頑張ります。今回は女子レスリングの川井梨紗子選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。